どうでしょう。かということでございます。ということで、今日なんですけども、まずは皆さん、チャンネル登録者500万人、ありがとうございます。僕の予想だと、2月の20日に突破するかなと思っております。いや、ちょっとね、本当はね、生配信かなんかで、魚さばきまくる配信やろうかなと思ったんですけど、あまりにも急に登録者がドーン伸びたんですよね。多分、ショート動画の影響ですかね。最近ショート動画の力入れてまして、そこに新規の方がたくさん見てくれまして、登録者が一気にドーンいったわけですけども、ただ生配信だと、ちょっと機材とか、ちょっと間に合わないぞということでですね、今日は急遽企画を変えてですね、上限なしで、もう市場で好きなもの、もう、目に入って食べたいなと思ったものをスッと買ってお昼ご飯を作っていくというシリーズをやっていきたいと思います。というわけで朝一に行ってまいりました。というわけでですね、今日は上限なしでいきますよ。もう好きなものをもう歩いとって、あ、食べたいなこれと思ったらくるくださいでいきます。これで今日の料理がですね、まずメインはドカッと刺し盛りでいきたいなと。でいつも船盛りなんですけど、今日は丸型の桶盛りでいきたいと思います。やっぱり500万人突破ということでめでたいということで、今日はベースはタイでいきます。なのでまずはタイを探しに行きます。でタイが見つかったら、あとはその他の刺し盛りのネタをちょこちょこ買い揃えていけたらなと思います。おお、タイいましたね。これがレンコダイですね。まあ、レンコはね、刺身にはそこまで向いてないので、これはスルー。やっぱりマダイが欲しいんですよね。カネダイさんならあるかな。ここに1匹発見。1匹じゃねえわ、いっぱいおるわ。これがチダイかな。1匹チダイがおるね。チダイとこれマダイだね。いいね、このぐらいのサイズ感いいですね。1キロぐらいのね。カネダイさん、おはようございます。おはようございます。マダイってなかったですか。マダイ、マダイ、マダイおらんすか。3キロもんなら本当にお刀市場でナンバーワンで。あ、本当すか。ちょっと見たいですね。うわ、えぐいよ。やば、多分市場中探してもですよね。うわ、これ、これ行こう。これ絶対行こう。これ買います。行っちゃう、行っちゃいます。これください。はい、お願いします。うわ、これめちゃくちゃいいタイだな。ちょうどいいのおった。カメラで血まみれクックならんでもなっちゃうかもしれない。なっちゃうかもしれない。うわぁ、あれ、出ちゃう。いや、あの見つめ方異常だもん。悩んどったけど、迷ったらこう一緒に全然やっといてくるわ。うまいなぁ、やっぱり市場でナンバーワンだ。ナンバーワンですね。うこれうま、市場でナンバーワン。こんないいの買えると思わなかった。いや、いいのが買えた。そしてとりあえずベースのマダイはゲット。めちゃくちゃいいやつゲットできましたね。そしたらあとは他のちょこちょことしたものを買っていきます。そしたらマグロはね、1ヶ月前に買ったマグロが熟成させてあるんで、それがまだ残ってますんで、今日はマグロはあります。なので他のものを探しましょう。うわ、甘エビ買おう。これ甘エビもらう。これ甘エビと、うわ、この牡蠣ももらおう。これ牡蠣もらう。うわ、メダイもいいな。これうまそうだな。やっぱこれいるよな、俺の大好きなミルガイ。うめんだよな、ミルガイはもらおう。でサザエも欲しいな。サザエもちょっとお刺身に入ると綺麗なんで、サザエももらいましょう。うわ、珍しい銀だらおるんだけど、これはなかなか入らんよ。しかもトラフグの白子もある。今日は足し盛りなんでね、白子はいいけど、あ、ウニ、ウニはいるな。ウニ買おう。ウニとこれもいいよ、ほら、富山の宝石白エビでできたんですね。これもらいましょう。これ綺麗に包まれてます。これ宝石みたいですね。入れ物も相まってね、これもね、美味しそうです。まあ今日は赤貝はいいかな、他の貝を買ったんで。お、大アサリもいいな。これ刺し盛りじゃないけどちょっと食べたいわ。なんで大アサリ、ミル貝、タイラ貝も買おうかな。タイラ貝、あとサザエ、これもらいましょうか。お、このサヨリもいいな。これ時期ですからね、サヨリ、今季節です。サヨリももらいましょう。これ刺身にすると綺麗なんですよ。こうタコマンマも買いました。タコの卵、まあ、あれはね、他の動画でやりたいと思います。うわー、見ちゃった、これ見ちゃった。目に入っちゃいガンモンが入ったな。ズワイだ、これ絶対うまいわ。しかもタグ付き、これはね、買いたい、絶対買いたい。これ茹でて食べたい。これもらおう。そんなにだな、大きいので9500円。これは買おう、絶対買おう。よし、というわけでもうだいぶ買いましたね。もう結構サクサクサクっといっちゃいました。で、あとどうしてもこれも欲しい、これ伊勢エビ、これもいきましょう。これも刺し盛りにボーン入れましょうね。ちょっとで今日刺し盛りなんで、ちょっと赤身の強い子、この子いきますか。それでいき、お願いします。うわー、いい、いいね。よし、とりあえず
これでひとまず役者は揃ったということで、家に帰って料理していきたいと思います。それじゃ帰宅。ただいまということで買ってまいりました。本日買ったものこちらですね。ドーンとめちゃくちゃ豪華。まず紹介していくと、こちら伊勢エビですね。伊勢エビ、牡蠣、ズワイガニ、ボタンエビも買いました。ボタンエビ、甘エビも買いました。で、ケンサキ、大アサリ、サザエ、タイラガイ、サヨリ、で、ミルガイ。で、今日のメインディッシュ、天然のマダイ、3キロオーバーですね。めちゃくちゃいいやつがね、やっぱ金田さん持ってました。しかも500万人祝いなんでってことでね、すごくお値打ちでいただけました。本当にいつもありがとうございます。というわけで今日はこちらのたくさんの魚介を使ってお刺身の盛り合わせを作っていきたいなと思います。で、ズワイガニは茹でていきますわ。ほんで大アサリはこれ半分に割って砂取り除いて、今日これ酒蒸しにしてみようかなと。僕の大好きな海鮮だけでお酒を飲んでいけたらなと思います。ちなみにこれ全部でどうだろう、5万円でお釣りが来るぐらいでしたね。500万人記念ということで5万円、切りがいいじゃないですか。じゃあそしたらまずはズワイガニを茹でていきます。これまだ生きてますからね。しかもタグ付き、兵庫県のこれ松葉ガニですね。ちょっと爪が一つ取れてるんでお値打ちでしたね。そうだよな、このサイズで池のズワイガニが1万円では買えんもんな。でも爪が1個取れてるだけなんでもう全然いいです。そしたらまずはこちらの大釜ですね。ズワイガニはたっぷりのお湯で茹でた方がうまい気がする。で、ここにお塩を入れます。サラサラサラーっと、ちょっと薄めのお塩にしますね。よいしょ。そしたらそこにズワイガニを甲羅を下にして入れていきます。これで15分から20分ほど湯がいていきます。さて今日は仕込みが多いんでね、頑張ってサクサクやっていきますよ。ちょっと今回魚めっちゃ多いんで土間作業スペースでやります。あっちの方がねもうザザザーっとさばけるんで。はい、ではこちらに移動してきました。じゃあまずはこちらのマダイからいきますか。今日のメインディッシュです。でかい、いいマダイだな。そしたら鱗を落としていきます。基本的には僕鱗取りこういう形状のやつが好きなんですけど、3キロぐらいのタイはなんかこういう形状のやつが好き。こういうボコボコのこっちの方が取りやすい。しかもこれまだ水槽で生きてたやつですからね、本当にねこんなにいいのが買えるとは思いませんでした。マジでラッキー。よし、鱗が取れました。そうしましたらエラを抜いていきます。エラの付け根を1箇所、2箇所、そしてここの3箇所ですね、落とします。これでエラがもうグラグラしてる状態で、エラをグラグラさせたらここから包丁入れて包丁で巻き取る。ポコンと、そうすると綺麗に出ますね。はい、エラが外れました。これ簡単そうにやってるんですけどちょっとコツがいるんですよね。はい、そしたら頭を落としていきます。今日は落としちゃいますね。さあどうだ、おお、いい身してますね。これ寝かせても絶対うまいな。よっと、はい、お腹を割って、お、もう卵も少しずつ大きくなってきましたね。こうね、魚のお腹を割って卵が大きくなってくると、あ、春が近いなーと感じるのは僕だけでしょうか。でもなんで土間作業スペースでやるかというと、こうやって水がねジャバジャバ流せるんですよ。こうやってこれができるんです。これができるのが本当に強い。もう作業効率が3倍ぐらい上がりますね。魚さばくことに限ったことじゃないと思うんですけど、数を効率よくこなそうとすると、もう自分の一番やりやすい環境、やりやすい道具でやるのが一番ですよね。はい、お、まだ生きてますね。キュッとしましたね。さあ、うわー、身が極厚。そしてこれナルト骨です。出ました、ナルト骨。ナルト骨っていうのはこういうやつ、ここにボコッとした骨ありますよね。 1,2,3、 これがナルト骨と言います。このナルト骨があるタイは荒波で育ったすごく美味しいタイと言われてますね。別にこれ寄生虫が入ってるとか病気とかではないですよ。確かにね、ナルト骨があるタイっていうのはもうハズレがね少ない。本当にガリガリのね、なんか痩せたタイにはほんと少ない。もうめったに見られないね。こういう肥えたすごく体高のいいタイによく見られる現象かなと思いますね。うわー、もうこれ絶対うまいじゃん。もうおろしとってわかるんですよ。もう油がすごい。はい、肩身取れました。で、下身も下ろしていきます。でもナルト骨が入ってるとここでねどうしても止まってしまうんで、ちょっと下ろしにくいんですよね。ここで止まっちゃうんですよ。なんでここの段階で一回ナルト骨の上通してこう避けてあげる。ちょっとコツがいるんですよね。で、
ここ通して、で腹骨がここに入ってますんで、はい、こんな感じ。はい、こっち側も取りました。まずは綺麗に洗っていきます。で特に今日は頭付きで盛り付けたいんですよ。で頭付きで盛り付ける場合は必ずこの段階で綺麗に洗ってください。甘エビの頭すするとうまいじゃないですか。でもね結構汚れてるんです。なんで必ず市場とか、まあ、スーパーのパックとかでもなんですけど、買った時は必ずこの段階で洗ってあげた方が絶対いいです。特に僕口の周りにね意外と汚れ溜まってるんでね。で洗う時は氷水で洗ってあげるといいですね。ぬるい水で洗っちゃうとエビの身がぬるくなって煮えちゃいますんでね。ちょっとこの時期手冷たいんですけど、ちょっと我慢してねこうやって氷水で洗ってあげるといいと思います。あ、冷たっ。ちょっと冷凍庫の音がうるさいけどごめんなさい。そしたら頭付きで剥く場合は、まあ、いつもやってる通りですね。この胴体だけピロピロっとめくっていくと、スルッと、はい、もうこれで OK。 こんな感じですね。でボタンエビも一緒ですね。ピロピロと。ボタンエビの方がめくりやすいですね。ただこのボタンエビって尻尾のところがすごくトゲトゲなんで気をつけてください。素手でやる場合とか結構痛いんでね、ゴム手袋とか軍手してやるとやりやすいかなと思います。はい、 OK。でボタンエビとか甘エビって背わたそんな気にならないですよね。あんまりね取らない、まあ、ボタンエビにまれに細い背わたが入ってる場合があるんですけど、そこまで気になりません。赤エビとかは絶対取んないとダメなんですけど、まあ、ボタンエビはねそこまで気にしなくてもいいかなと思います。こういう感じでどん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 剥いていきます。はい、抜けました。そしたらお次はミル貝いきましょう。うまいんだよなこの貝がね。しかもねさばきやすい。この貝は本当にさばくのが簡単。貝殻の隙間にこうやってナイフを入れて、でこっち側にも入れて、で取ります。で玉を取る、はい、そしたらここを割る。貫通はさせないですよ。こういう感じ、このようになりました。そしたらちょっと洗って、この水管の中に泥とか入ってる場合ありますんでね。そしたらこの水管の付け根、ここですね、ここからよいしょ、ゆっくり剥いていく。熱湯とか使ってもいいんですけど、まあ、使わない方が僕は、まあ、好きかな、まあ、数こなす場合、そしてその日に食べるんだったら熱湯を使ってビーッと剥いてもいいと思いますね。でも軍手してると意外とねこうやって剥きやすいですね。ビロ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 っと、はい、剥けました。これでミル貝の仕込みの完成。次貝つながりで平貝いきましょうか。平貝はこうやって上のから外して売ってくれてありました。すごく作業がしやすいですね。やっぱり君はどこにでもいるんだな隠れエビ。こっちにもいる。絶対にねこの子たちいるんですよね。こいつらね地味にハサミがでかいんですよ。だから挟まれると結構痛いんですよね。でこれ食べると本当にエビの味がしてうまいです。ただ数が取れないんでね、そこが難点ですね。ちなみにこれ釣り餌にすると普通に魚釣れます。前これで俺カサゴ釣ったことあります。さあそしたら平貝を剥いていきます。まずは紐がついてますんで、この紐ビーッと外しちゃいます。で貝柱だけにして、これまだくっついてる状態ですね。そしたらこのくっついてるところをこうやってヘラで外していく。このケーキ用のこれが一番やりやすいですね。こう横から攻めるとどうしてもね取りにくいんですけど、こう縦からこういくとすごくね取りやすい。こう外して、でこっち側ですね、こっち側から攻める。そうするとほらもう全然身がついてないですよね。はい、こんな感じで平貝のとりあえずの仕込みは完成。次大アサリ。大アサリはこのまま蒸してもいいんですけど、砂が入ってる可能性あるんで、まずここで割っちゃいます。ちょっと割って裏側をきれいに洗うと。裏側とここの水管のとこですね、ここに泥が溜まってる場合ありますんで、ゴシゴシと。はい、これで OK。 よし、こんな感じに泥がきれいに取れましたら、これで大アサリの仕込みの完成。まだまだありますからね、どんどん行きますからね。でもこういうのも結構楽しくないですか。次から次へとこう魚が来る感じ、僕こういうの結構好きですよ。で次はこちら行きますか。イカを挟みましょう。剣先イカ、これがうまい。
ケンザキイカはこの表から包丁を入れる人とこの裏から包丁を入れる人、ほんと分かれますね。まあ、僕はね、表からこの硬い骨が入ってるところですね、ここから包丁を入れます。ビーと1本で入れたら、ゲソを持ってピロピロピロっと内臓とゲソを外します。で、ここにエラが2つついてますんで、エラをピッピッと外します。で、ここの硬いところを外します。で、こうやって耳がこういう感じになってますんで、耳の付け根を持って、で、そこから皮をピロピロピロっと剥いていきます。ヤリイカは剥きやすいです。スルメイカはこんな簡単にピロピロめくれないんですけど、ヤリイカは簡単ですね。で、まあ、軽く洗って。まあ、洗うと水っぽくなるって方いると思うんですけど、まあ、ずっと水につけっぱなしっていうのは良くないと思うんですけど、ある程度洗った方が、このぬめりとか臭み取れますんでね。で、これで水気を取ったら、ヤリイカの仕込みの完成。で、ゲソですね。ゲソはまあ、ここから落としますか。で、目を取って、で、これで唐揚げとか天ぷらとかにしたら、うまいです。次は牡蠣いきましょうか。牡蠣どうだろう、身入りは結構良さそうだけどな。今からの時期、牡蠣身入りがすごく良くなってくるイメージ。割とね、真冬のど真ん中よりこう2月とか3月ぐらいの方が牡蠣の身入りっていい気がする。まあ、産地にももちろんよるんですけどね。なんかね、そんなイメージがある。よっと、おー、いい身してますね。これ最高の身入り。貝柱をちょんと外して、うわっ、これこういう感じか。なんかね、僕この牡蠣のこれ何なんすかね、これがあるやつすげえ嫌なんすよね。なんか匂うんすよ。で、まだこれはいいんですけど、たまにこの中に泥が大量に入ってたりするんすよね。これがあった場合はこうやって僕潰して綺麗に洗ってます。うん、ちょっと臭いんすよね。これ何なんすか、僕ちょっと知らないんすよね。ちょっと詳しい方教えてください。で、牡蠣を貝殻に戻して、うわ、いい牡蠣だね。もう一個割ってみますね。こっちもいいですね。あ、でもさっきの方が身入りはいいな。うん、でも平均していいですね。はい、これで牡蠣の仕込みの完成。はい、そしたらサヨリやっていきます。サヨリは頭を落として、そしたらここにお腹のところにヒレが2つありますんで、これを抜いちゃいます。で、これつまんだら横に抜く、ふっと。そうすると骨がこう取れますんで、これを抜いていくと。これを抜くことによって皮引きがしやすくなります。こんな感じですね。そしたらお腹を割って、内臓を取り出します。で、サヨリのお腹ってこの真っ黒なんですよね。こんなに見た目は綺麗なのにお腹は黒いということで、腹黒いやつみたいな、腹黒いということわざはなんかサヨリから来てるとか来てないとか聞いたことあります。そしたらサヨリは骨がまっすぐ入ってますんで、大名おろしですね、柳包丁でスーッとまっすぐ入れていきます。まあ、サンマみたいな感じですね、形状は。スッとこう入れて、サヨリの刺身はね、本当に上品でうまいんですよね。そしたら腹骨をすいていきます。スッとすいて、で、ここちょっと切りますね、スーッと。そうすることによってさらに皮が引きやすくなります。はい、こんな感じ。腹骨をすいて、で、少しだけお腹のここを切ると。さっき腹のヒレ抜いたんですけど、まあ、抜ききれないですね、やっぱこのサイズになると。まあ、抜かないでこの段階でスーッと大きめに取ってもいいかもしれませんね。こう引いて、もうここら辺からスーッと落としちゃう。はい、こんな感じ。あとは皮引くだけですね。そしたら次はサザエ。サザエはナイフとかでここに1本入れます。あ、やべ、殻が割れちゃった。あんまないパターン来ましたね、殻が割れるっていうね。で、頭が取れたらここの付け根を指で外してあげて、くるっと内臓を出していくと。よっと、はい、こんな感じ。もう一回いきますね。この油断してるところにスッと入れた方がいいですね。もう引っ込んじゃうと切りにくいんで、取れたらここの付け根を指で外して、そしたらくるっとしてきます。そしたらお刺身で食べれるとこはこのぐるぐる巻きの下、ここですね。ここは甘くて美味しいです。こうサザエの肝って苦いイメージがあるんですけど、この尻尾のぐるぐるのとこはとても甘いです。ウロって言うんですけどね。で、ここ真ん中のとこですね、ここはね、砂を割と噛んでる場合がありますんで、ここは取り除く人も多いですね。でも好きな人はたまらなく好きで、ここも食べる場合はこの付け根のところ、ここに砂を噛んでることが多い気がします。なんで、このぐるぐるのとこで落として、で、この付け根を外して、で、この付け根の貝柱チックなところ、ここもお刺身で食べられます。で、食べるときにこのヒレヒレの袴、ここは取った方がいいですね。ここめちゃくちゃ苦いです。
そしたら蓋を取りまして、であとはこれ塩もみして切り込んだら完成。よし、そしたら最後です。こちらドーン、伊勢海老ですね。こちら行きましょう。綺麗だな。伊勢海老はね、個体によって結構色が違うんですよ。こういうね、真っ赤な綺麗なやつもいたり、ちょっと薄っぽいオレンジの個体がいたりね。今日はね、おめでたいんでね、真っ赤なやついただきました。よし、そしたらこちらさっと剥いていきます。それじゃいただきます。まずここですね、胴体を外していきます。そしたらこの下の殻、ここを外していきます。節が見えますよね、1、2、3、4、ここを切っていくイメージ。こんな感じ。そしたら殻を剥いていくと、下の殻を外す。ね、こんな感じ。ちょっとここついてるのもったいないのは、うまっ、甘いなぁ。あとはこれスプーンかなんかでクリクリクリとして外していけば OK ですね。よし、ここまで仕込んだらとりあえず OK。 向こうに行きましょう。はい、でちょっとさばいてる途中ですけど、カニがいい感じですね。よっと、はい、綺麗に茹で上がりました。真っ赤っか、うまそうですね。とってもいい匂いしてます。よし、これでズワイガニのボイルの完成。さて戻ってきましたと。そしたら伊勢海老ですね、こちらをスプーンでこう剥がしていきます。生きた状態なんでね、なかなかね、殻から剥がれてくれないんですよね。この節目節目をスプーンでこうやって剥いでいく感じですね。で、ある程度ここら辺まで来たらもう手でこうやっていけちゃいますね。本当はちょっとね、熱湯でさっと湯引いてあげると綺麗にプルプルっと取れるんですけど、今日は生のまま剥いていきます。はい、こんな感じ、立派ですね。で、次は剣先イカですね。剣先はこうやってペーパーでぐる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 やってあげると、こうやって薄皮が取れますんで、こうやって薄皮を取ってあげます。これやることによって舌触り結構変わってきますんで、これ剣先イカの仕込みの完成。まあ、ミル貝はもうあと拭くだけですね。拭いて、この水管の先っちょ、ここはね、皮が残りやすいので少し取ります。で、あとはここの付け根ですね、ここエラが残りやすいので、ここをちょっと外すぐらい、これで OK。 で、次平貝ですね。平貝はこうやってまだ薄皮がついてる場合がありますんで、薄皮がついてたら取ってください。まあ、大体ね、紐を取るときに結構取れちゃうことが多いんですけど、こうやって残る場合がありますんで、この残ってたらこうやって取ってあげると、こう結構皮がね、分厚いんですね。で、ちょっと生臭いので皮は取ってあげましょう。で、平貝を選ぶときはできるだけ貝柱が大きいのを選んでくださいね。今日はああいう風に片貝が外されて売られてたんですけど、ああいう売られ方してるのはものすごく良心的だと思います。自信があるってことですね。もうどうぞ貝柱見てください、太いですよと、お店側が主張してるみたいなもんですから。これ平貝ってね、貝柱ちっちゃいやつ、ほんとめちゃくちゃちっちゃいですからね。殻こんなでかいのに身こんなんとか全然ありますからね。まあ今時期的にね、平貝いいんであんまり外れはなさそうですけどね。お次、サヨリですね。このサヨリのね、身がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。お刺身の盛り合わせに入るとめちゃくちゃ映えます。すごく綺麗、ほらすげえ綺麗じゃないですか。僕大好きなんですよね、このサヨリの見た目も味もいいってね、最高ですよね。ただ腹が黒いと、まあ、でもサヨリもかわいそうだよな、そんなこと言われて。このお腹が黒いのってなんか理由があると思うんですよ。なんだっけな、なんか日差しからなんか守るとか、なんかそんなようなこと聞いたことあるな。間違ってたらすいませんね。はい、これでサヨリの仕込みの完成。次はサザエ、ボウルに入れて粗塩をさーっとで、塩もみしていきます。で、ぬめりを落とす。で、ここにね、くちばしがついてますんで、くちばしは外しちゃいます。赤いやつですね、これ。これ食べれなくはないんですけど、お刺身にした時にちょっと食感悪いんでね、取っちゃいます。はい、で、水で洗い流したら完成。とりあえずこんな感じ。次はマダイいきます。まだプリンプリンですね。そしたらまずは腹骨を取っていきます。できるだけ薄く薄く外していきます。鯛のトロを残す感じですね。でもね、天然の鯛ってね、腹すくのむずいんですよね。よっ、で、ここはお味噌汁ですね。はい、そしたらここ血合い骨ついてますんで、血合い骨を外していく。まあ、今日使うのは肩身だけでいいかな。肩身だけでもちょっと多いぐらいですけどね。
はい、こんな感じですね。よし、そしたら皮を引いていきます。まだ身が生きてる。よっと。うわー、やっぱ綺麗に引けるわ。天然の鯛だけど油があるとこんなに綺麗に引けるんです。お腹の方も引いていきます。で、お腹の方、この膜がついてる場合はこの膜取っちゃいます。これちょっと食感悪いんでね、お刺身にする場合はここ取っちゃいます。うわ、綺麗に引けた、最高。で、この皮はね、ボイルしてお刺身の盛り合わせにつけます。はい、マダイの仕込みの完成。そしたら今日のマグロ、これ熟成マグロですね。こちらの動画で出てきましたマグロですね。これを、そうだな、今日はこのぐらい、ワンブロック、よし。うわー、贅沢だ。ここと大トロもちょっと もらえますか。大トロも、大トロ、中トロと大トロで、あとはラップしてまた食べますと。そしたら表面をこうやってトリミングします。よっと。大トロもこういう風にトリミング。で、この白いところね、ちょっともったいないなと思うんですけど、ここもカットしちゃいます。ちょっと食感が悪くて硬いのでね。はい、大トロと中トロ。はい、そしたら今日はね、こちらのドーンと巨大竹猿にお刺身作っていきます。もうこのぐらいインパクトドカーンでいきますよ。で、これ下に氷をかますんですけど、氷垂れてきちゃいますんで、下にこういう桶をかませます。で、これ横からも氷が漏れてきちゃいますんで、なんでラップをこうやってね、さりげなく敷くんですよ。さりげなくね。はい、こういう感じでラップが敷けたんで、もうこっからは水が落ちないので、水はこの中央に行くって感じですね。そしたらここに氷をドサーン、もう一発、ドサーで、ちょこっと竹猿とかも敷きましょうか。さあ、そしたら土台はできたんで、ここにどんどん盛り付けていきます。まず鯛のお頭ですね、これは盛り付けたい。で、今日はね、あえて頭は取りました。そしたらつまをちょっと引いて、で、ここに鯛の頭をドーンと盛り付け、よし。そしたら鯛の尻尾ですね、尻尾に竹串を刺しまして、ちょっと大きいので2本刺します。妻作った残りの大根ですね、これを竹串に刺すと。で、尻尾をこういう風に立てますと。そしたらここにそのまま持っていくと、ドンと。はい、こんな感じですね。そしたらちょっとヒレの後ろに妻を忍ばせて、少しだけ骨を立たせます。で、そこによく洗ったヒバ、これを立てていく。そしたらここに妻をカチ盛り、カチンと持っていきます。で、ここで平らにならします。これポイントですね。平らにならさないとお刺身がガタガタガタってしちゃいますんでね。で、できるだけ妻ははみ出ないように。そしたら大葉を敷いていきます。そしたら鯛の刺身を切っていきます。まずは縁側を外して、で、こういう膜もまだついてましたら、ここ取ってあげて、そしたら1個捨て柵を切って、切っていきます。ちょっと今日は池のお刺身なので、ちょっと薄めに切ります。薄作りですね。このぐらい。そしたら盛り付けていくと。まだ切ってるとね、身が反発してきますね。ありますかね、この弾力。はい、こんな感じで鯛のエリアが完成。
そしたらお次はここら辺に妻を置いてウニをドーン、はい、もうこれで OK で、次はここに妻を置いて伊勢海老をボガーン、そしてちょっとお皿をこうやって置きまして、刺し盛りにお皿が入ることによってまたなんかこうキュッと締まりますよね。で、妻を引きまして、で、大葉を置きまして、で、伊勢海老をカット、あんまり大きくすぎてもね、あかんでね、ちょっと小さめがうまいんですよね、伊勢海老はね。よし、粉もで、あえてこうやってばらけさせて、こういう感じでこうやって盛り付けると。ちょっとお皿が大きかったかな。じゃあ半分伊勢海老のこちら半分は白エビでいきましょうか。富山の宝石、ちゃんと剥いてくれてある感じがいいですよね。うわうまそう、これ贅沢、何これ、こっち伊勢海老こっち白エビで、菊の花をポンと置いて、すだちも切って添えときましょうか。そして赤も入れましょう。 あそして忘れてた、この伊勢海老の下の殻もありますんで、これをここに敷いてちょっとはみ出る感じで、これおしゃれじゃないですか、こんな感じね。 OK、 そしたら次ここ行きますか。ウニの下に妻引いて平貝ちゃん、ちょっと配置変えます。ここに平貝持ってきます。こう置いて、でここに平貝切ってきます。平貝は2種類切り方あって、こう繊維に沿って切るとコリコリっとした食感で、この繊維に逆らってこういう風に切っていくと滑らかな食感のお刺身になります。今日はねこうやって滑らか系でいきますか。こういう感じで、はい、こんな感じ。そしたらタランを噛ませて生ガキ入ります。でわかめをカット、でちょっと隙間を埋めます。で今からこのメインルーム、ここ作っていきますね。もう僕もねあんまり考えて作ってないんでね、どういう感じに仕上がるかはもう全く想像もつきません。まずはここに妻で枕を引いていきます。そしたらドア玉に大葉、そしたらまずは中トロいきます。熟成中トロで、こちらをドンと盛り付け。次はマダイで、お次はサーモンいきます。で、お次は大トロですね。そしたらお次はヤリイカですね。ヤリイカを切っていきます。で、次はサヨリですね。サヨリは揃えて、であとはホタテですね。ホタテをこういう感じ。あー早く食べたい、早く食べたい、もう地獄なんだけど、これ盛り付け楽しいけど、もう食べたいが先行してしまってる。ダメだダメだ、ここで雑になったらもう全て終わり。頑張って作ろう。そしたら次は甘エビちゃんを盛り付けていきますよ。甘エビは妻を乗っけて、で頭をピンと立てて置いていくと、これで頭を揃える、これがねポイントですね。甘エビはね頭が揃うととっても見栄えがよく綺麗で美しいです。
このオケで盛るのって結構難しいな。思ったようにうまくいかんな。で、ここにはボタン。で、あとはミルガイとサザエとウニか。じゃあミルガイここに置きますか。で、ミルガイは尻尾を切って切れ込み入れて、今日はそぎ切りでいきましょうか。こういう感じで、気分はそぎ切り。細切りもいいんですけどね、そぎ切りでこうやって大判で食べるのもまた良きですよね。パラパラッと、パラパラパラッと、はい、こんな感じ。次はサザエですね。サザエをカット、細かく細かく切っていきます。この刺身の盛り合わせにサザエが入ってるとテンション上がりませんか？僕だけですかね。めっちゃテンション上がるんですよね。この箸休めとしていいですよね。コリコリっとしとって、この香りと苦味、大人のお刺身ですよね。つま置いて、やばい、あとね、ウニだけなんですよ。ウニここに置くか。どんどん行っちゃうか、ここに。よし、ちょっと手前に詰め込みすぎた感もあるけど、よし、とりあえずこんな感じ。あ、まだこれマダイの皮がありましたね。これも食べよう。マダイの皮は軽くボイルしておきました。これを刻んでいくと、そしたらグラスに入れて、ちょっと辛味調味料、今日はね、この柚子カラリン使っていきます。これうまいんですよね。これ柚子胡椒とも一味ともね、なんかもみじおろしともまた違う、なんとも言えない美味しさがあります。で、ポン酢を流し込んで、で、まあここら辺に置いておきますか。で、火花もね、もうこう全力で生やしましょう。ここにバーッと、今からはこうやって彩りをつけていく作業ですね。これでもね、十分映えてるんですけど、ここにあしらいが入ることによってより映えます。まずはほうじそですね。エビゾーンに1つ、うん、マダイゾーンにも1つ入れますか。あとここら辺にもちょんと、そしたら黄色をここら辺に置きましょうか。笹の葉をちょん、そんなにもういじるとこねえんだよな。あんまりね、こういろんなもん置きすぎても主張がすごくなっちゃうんでね。あくまでも主役はお魚たちなんでね。まあでもすだちはどんだけ入っとってもいいと思う。特にこの牡蠣のゾーンね。で、芽ネギを牡蠣にドサッドサッとドサッと、で、もみじおろしをちょこっと、ほんでわさびですね。わさびもすりおろしていきます。で、丸めてミルガイのとこにお邪魔します。はい、こんな感じで500万人記念のお刺身盛りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、じゃあ食べていこう。もうね、画角に入りきらないぐらいの大きさ。今日はね、仲いい人が来てるんで、後でみんなで食べたいと思いますけども、まあ今日は豪華ですね。まずこちらズワイガニですね。うまそうです。そしてどこからか急に出てきたカンジャンケジャン。僕ん家なんか歩いてるとカンジャンケジャン落ちてます。で、こちらが大アサリの酒蒸しですね。これね、もうしれっと作りました。こうやってお酒をダーッと入れて蒸したら完成。下火のね、炭火焼きで焼くのもいいんですけど、酒蒸しもどうなんだろうと。めちゃくちゃいい匂いしますけどね。で、こちらが刺し盛りですね。もう贅沢、いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずはちょっと熱いうちにこちらの大わさでいきますか。大好物ですよ、僕の。このスープもね、うまいですから、いただきます。うわー、うまっ。酒だけなのに完成されてる。うん、これうまい。あ、これね、簡単でいいわ。大アサリって結構敷居が高いじゃないですか。もう下火から焼かないといけないっていうイメージがあるんで、お酒ぶっ込んで酒蒸しするだけで相当うまいわ。うまっ。ちょっとでーん、銀色のやつ。今日は肝臓が、うん、今日はもう飲んでいいよって、今日飲まないお前いつ飲むんって言ってます。
今日は許してくれてる。いやこれは幸せだぞ。さすがにこれは、しかもこれ自分で作ったからね、なんか愛着が湧くわ。崩すのもったいないっていう気持ちもちょっと湧いてきてますわ。いただきます。はぁ、溶ける幸せ度高え。次、ケジャンいきましょう。これ自分で作ったやつじゃなくて、即席のやつ買いました。どうなんだろう、いろんなメーカーのやつで試してるんですよ。初めてのメーカー、いただきます。うまい、おいしいってこと。うわー、お酒がうまい。マジでうまい、最高の昼飯だわ。ちょっとカニいきます。足をポキッと割って、うまくいくかな。でもね、池なんでね、やっぱこうなっちゃうんですよね。生きたズワイはなかなかね、つるんとはいかないんですよ。なんでこう割ってちょっと切ってきました。こうほじくって、あーうまい、味が濃いな、うまっ。やばい、投げてくるぐらいうまい。僕ね、海鮮ばっか食べてますけど、なんか不思議だよな。いつ食べてもこの感動がありますよね、海鮮って。ちょっともう、じゃあ次から次へと食べていきますね。じゃあまずはやっぱタイですよね。この天然のマダイ、これもうね、映像から伝わるこのプリプリ感、寝かしたタイもいいけど、この池のプリプリのタイもうまいんだよな。小皿に取っていきましょう。で、タイラガイ、マグロ、中トロですね。で、サヨリ、ヤリイカ、ちょっと隠れちゃってますけどね、ヤリイカ、イカそうめんですね。で、ボタン、甘エビ、で、ミルガイ、わさびもちょっともらいましょう。ではでは、いただいていきましょうか。まずはマダイから、なんといってもマダイですよね。こちらお醤油につけて、いただきます。これはうまいぞ。これやっぱ、ああちょっとごめんなさい、動画回ってますけど病院に浸らしてください。このタイうまー、全くといって臭みがない。養殖のタイも美味しいんですけど、このタイを食べちゃうと、養殖のタイは、あ、養殖のタイっていうお魚なんだなって思っちゃうと思います。これが本当のタイだなっていう味がしますね。マジでうまい。甘み、そしてこの喉越しがいいですよね。池だとね、プルンとしてます。じゃあ次、ミルガイ行きましょう。僕の大好きなミルガイ。大好きなんですよ。いただきます。うまい。自然とこうビールに手が届きますよね。ちっちゃい頃ね、僕この白ミルガイが大好きで、もう今亡くなっちゃったおばあちゃんにもうすごい買ってもらってたんですよ。これなんで僕の中でこの白ミルガイってすっげえ懐かしい味なんですよ。思い出のある味というか、小学生の頃に白ミルガイが欲しいっておねだりする小学生もなかなか珍しいですけどね。次、タイラガイ、うまい。ミルガイとは似て非なるものですね。こう食感サクサクの、甘みがあってうまい。やばい、もう1貫がなくなりつつある。ほら、こんなん1貫で足りるわけないよな。次、甘エビ。甘エビは贅沢な食べ方を皆さんに伝授しましょう。まずこう折り曲げますよね。こうやって折り曲げて醤油につけて、これを味噌と一緒に、これです、これがうまい。次、ボタンエビですね。ボタンエビはこの頭をパキャッと開けます。パキャッと開けて、でここですね、この赤いところ、これはね、身です。これは食べられます。で、この下のが味噌ですね。で、ここの口のところについてるこの丸いやつ、これは砂袋なんで、これ食べちゃダメですね。ではでは、ボタンエビ、醤油につけていただきます。うわ、ありがとう。うまい。
甘エビとはまた違ったこの弾力と甘み、やっぱりボタンエビはうまいな。次、イカそうめん、剣先ですからね。いただきます。うまい。次、さよりいきます。さよりちゃんはね、久しぶりだよ。動画でも久しぶりじゃないですか。いただきます。うわ、うまいな。さよりといったらもうすぐおひなさんですね。もう本当に1年早いな。熟成マグロ1ヶ月と3日経過したやつ。やっぱりね、油があっさりしてますね。よし、じゃあ次はこちらの伊勢エビいきましょうか。で、こちらの白エビ、あとは言ってないのはウニだな。ウニをよっと。そして牡蠣も1個もらいますか。で、サザエさんもいただきましょう。ではまずは牡蠣をすすっていく。ポン酢をちょいと入れて、ほら、うまそう。こちらいただきます。うーまー、この牡蠣うまいな。どこの牡蠣なんだろう。くどくなくて歯ごたえもしっかりあってうまい。で、箸休めでサザエさん。ほんと好き、サザエ。70個ぐらいいけるね。うん、この風味はね、サザエにしかないですよね。伊勢エビ、伊勢エビにオンザウニでいきますか。こんなんも贅沢の極みですよね。これ人間がやっちゃダメなやつ。それをやっていくよ。いただきます。鳥肌がすごい立った。伊勢エビとウニ合うな。この伊勢エビのシャキプリ感にこのウニのね、濃厚な甘みがよく合います。次、こちら白エビですね。これ剥くの大変だっただろうな。感謝していただきます。あんまっ、めっちゃうまい。富山も行きてえな。白エビって富山湾でしか取れないんでしたっけ。ありがたいエビですね。うまっ。白エビって取れたてってめちゃくちゃ透明度高くて宝石みたいなんですよ。それをね、一回見てみたいな。最後、こちらマダイの皮いきますか。皮ポン、皮ポンうまいよな。いただきます。いいつまみだ。よし。あー、ちょっと待って、俺ちょっと一個、もう最後に一個だけ。カニのこれだ、味噌。ちょっとここら辺の、いただきます。うわっ、うわっ、うまっ、やばっ。これですよ、ズワイガニって。ほんとバランスがいいですよね。食べやすさ、そして身のうまさ、で味噌のうまさ、ものすごくバランスがいい。で、比較的どこのスーパー行っても売ってますしね、供給もされてます。いい感じだ。それじゃ、ゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は500万人記念ということで、市場で好きな食材を買ってお刺身盛りを作ってみましたけども、めちゃくちゃ豪華にできたなぁ。いや、本当はね、500万人記念で生配信とかしようと思ったんですよね。50種類さばくまで終わらない生配信みたいな、そういうのをやろうと思ったんですけど、僕今すごくショート動画を上げてるんですけど、このショートで僕のことを知ってくださるリスナーさんがすごく増えまして、チャンネル登録者の伸びっていうのがぐわーっと加速したんですよね。なので僕の予想をはるかに超えるスピードで達成ということでね、生配信の機材とか、そういった準備、そういったものが間に合わなくてですね、まあ、今回はこういう企画にしました。いや、本当にありがとうございます。もうねえ、なんで、はあ、本当に嬉しいわ。これからも動画投稿頑張っていきたいと思います。というわけで、今日も、よいしょ、バイバイ。